コピーの現在、星1。この漫画はいわゆるセクトの組織論において無能な働き者に権限を与えてはいけないかっこいましめ漫画。やる気のあるバカがしっちゃかめっちゃかバを荒らすが最終的に無断手してなんとか C エンドに持っていくシナリオ。A エンドがプルーエンドだとしたら凡庸なエンドが C エンドなのぜ。超絶クソバカで人族の感情を理解できない宇宙人のタコピーと呼ばれるゆるキャラが、他の生物をハッピーにするために地球に降り立ち地球の生命をハッピーにしようとした時にリンチされている静かに出会うという設定。内容はマリナと呼ばれる毒親によって精神が歪んだ JC が静かと呼ばれる JC をリンチしており、そのリンチの書き方が超絶お上手な胸クソに表現されている。読者は人族なので絵を見ればこの静かがリンチされていることは理解できるのだが、バカな宇宙人はそれを見て学校って楽しそうとか友達と仲良くするといいよとかめちゃくちゃなことを言うという設定。内容的にはおやすみぷんぷんによく似てる。このマリナが静かをリンチする理由が自分の毒親のオスが静かの母親のキャバ嬢に貢いでおり、そのせいで母親がメンタルブレイクしているという設定。ここからネタバレ。ここからタコが秘密道具のタイムリープを使って何度もタイムリープをするのだが、クソバカなために何度やっても静かを救うことができない。最終的に静かの唯一の友人であるエッツをマリナが中殺したことでメンタルブレイクして自殺してしまうという壮絶なシナリオ。ネットスラング対象にタコピー鬼つえが生まれたことからわかるように、このタコに問題解決能力も問題がどこにあるのかも理解できないという超絶ネクラな設定が終始読者をモヤモヤさせてリモールトでね。この漫画の悶芸ところは、このタコピーはタイムリープ能力を持っているので何度でもやり直しすことができます。しかしタコピーはトンまでトンチキで優しいという最悪の設定なので、過去に戻って未来を好転させることができないという部分がこの漫画の核であり面白い部分。例えば前半ではマリナを排除することが最も合理的解決策になるはずなのに、そこに思い足らない部分に読者はイライラしますし、最終的にもっと過去に戻って毒親を排除することが A エンドなのですが、バカなのでそれをすることができません。この読者は答えがもうわかっているのに、演者がクソバカなのでお前何やらかしているんだよというモヤモヤをタコピーを使うことで成功しており、リモールトベね。また最後のオチもよくできており、結局そこかよというベストエンドをさせない C エンドで終わらせている部分も全くスカッとしなくてでね。この漫画のある意味すごい部分は、読んだ後にスカッとしないし、読んでてひたすら胸クソが溜まるだけの作品なのですが、最後まで読ませる吸引力があります。何よりも様々な形態の毒親の書き方と解像度が凄まじく、親がいることが必ずしも幸福ではないという部分をお上手に表現しております。